ハイカラお昼の解決テレビ。さあ今日も皆さんの笑顔を求めて解決人たちが出かけますよ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。はい、こんにちは。こんにちは。今週も馬淵町長に、はい、案内していただきましてね。千葉県一宮町は九十九里浜の南端にあります。今日は新年にふさわしいある場所へ。ここどこでしょうか。なんか大きな煙突が見えるんですけど。そうでございますね。こちらは銭湯じゃないですよね。一宮の、です、もう代表的な、トラミの稲花酒造さん。あ、江戸時代からのですね、日本酒の醸造元でいらっしゃいます。お正月にふさわしい日本酒のお話を今日は。早速蔵元当主の秋葉さんにお話を伺いましょう。歴史があるっていうと何年ぐらい前からですか。300年。やっと生まれた頃です。そうそうそう。もっとみんなの笑顔が見たいと、モノマネタレントで県会議員のプリティ長島、作家の吉成陽子、3歳から始めたというマジシャン真矢一成、そして鈴木渡辺の2人から渡されたパワーズボールを携え町へ行く。チーム名は解決パワーズ。一宮町で300年以上続く伝統の酒蔵稲花酒造。私が酒造りして12代目。12代目。息子が13代目。あの歴史の塊じゃないですか。で、お嫁さんに来たんですか。いえ、娘さん。威張ってるから。娘さん。娘です。直系さんが来てくださって。直系。この時期はお酒の仕込み、缶作り。これが明日蒸す米。はいはいはい。これから釜に乗せます。これはどういう種類の米ですか。これは八旦錦という。もうこの米は使って、私ももう40何年経つので。なんでこの米選んだんですか。割とうちの水に合う。あ、これが一宮っていうお酒になる。さらに江戸時代から引き継いでいる場所へ。今守護室、江戸時代から守護室。はい、万尾の背中みたいについてる丸い玉が見えたり、この天井に丸いシミみたいに見えたりするのが、そこの蔵に住み着く酵母。はい、俗に家付き酵母とか蔵付き。しませんよ、そんなに。しますよ。あ、するかも。なんて嘘なんだ。本当する。あ、くっついてる。なかなか匂いまでは分かりませんね。そしてここが良質な麹菌を均等に繁殖させるための室。特別にお味見させてもらいました。甘いわね。甘くて、甘栗みたいな味が、甘酒の中の甘いであります。美味しい。70% の米なんですけど、60% ぐらいの麹が一番美味しい。これが新しいんですけど、これがトラス式構造のちょっと洋風な酒蔵で、割と珍しくて、新潟とうちの2軒ぐらいですかね。6240リットル。そこにこれ6キロタンクって言います。もろみの仕込みは温度が大切。
もろみの状態によっては寒すぎちゃうといけないので温めてあげなきゃいけない。でこれで調整するんですか。そうですね。いやなんかすごい昔ながらですよね。孝子さんが伝統の酒蔵を引き継いだのは10代の頃。高校3年の時に父が隔血してもう先が長くないっていうので、あのお前が跡取りで酒造りできれば、うん、我が家は安泰だから、うん、頼むから農大の醸造家に行ってくれって泣きつかれたのが心に刺さって、それでも自分の進みたい進路を選べなかったってだけ。伝統の技を継承しつつ新しい技術にも挑戦している。いろんなあの種類をねお作りいただいてるんですけど、どれも大変美味しいです。これからまたね初絞り、これでねあの、まあ、お正月ですから今まさしくふさわしい。そこでほんの一部ですが商品を紹介してもらいましょう。一宮の玉崎神社さんのあの魔除けの鈴、あの奴隷って売ってるんですけど、 あそこの神社、あのその鈴のデザイン。こちらは生原種の一の宮、文字はお母様が書いたもの。お酒の好きな方こちらの方チョイス。一気に来ました。一気に来ました。どうです？でも美味しいです。こちらのあれです。九十九里の波根に和紙通たらり、神ながらなる酒を醸すも。これはあの当地に白鳥正吾さんたららぎ派の歌人の方があの疎開されていた時によく。遠くらにお見えになってお酒を召し上がっておりに短冊にサラサラとよく書いてくださった、うちの一枚美味しゅうございました。でも酔っ払いそうです、いっぱいで。大勢のそういった、まあ、有名人文化人の方がですねお越しになられてお酒を召し上がりながら文牧の会って言うんでしょうか。歌人文人たちが愛したご当地のお酒、さらに酒蔵ならではの貴重な焼酎が出てきました。保守ですね、30年近い。あ、全然匂いが違う。日本酒じゃないみたいな感じ。これ泡盛みたい。あ、ほんと、ちょっと違います。ちょっと澄んだ感じ。とっても素敵なお酒。馬淵町長はお酌に徹しています。乾杯しましょう。乾杯いただきます。吉成さん、これで3杯目ですよ。こっちの方が柔らかいです。あ、そうなんですわ。でも飲みやすい。そして一宮町ならではのサーフィンのラベルのお酒もありました。一宮町を代表する酒蔵には先祖伝来の言葉があります。苦しい時は、一旦整理して枝葉を落として幹を守りましょう。幹を守らないとダメですよって言い伝えです。はい、からお昼の解決テレビ。一方、東京神楽坂、神楽坂のシンボルといえば神楽坂毘沙門天、平日も参拝客でにぎわっています。こちら神楽坂の下になりますね、こちらからずっと上に上がっていくというところなんですが、この麓にですね、なんとある珍しいものの専門店があるということで早速ご案内してみたいと思います。それでは聞いてみましょう。伺ったのはのれんむろというお店。オープンして4年ある専門店と言っていましたが、店内を見渡すとずらりと並んでいるのは神楽坂甘酒の瓶。そう、米麹の甘酒専門店なんです。中入ってすごいあの、はい、配色とかもカラフルで、なんかあのおしゃれな感じにたくさん陳列されてたので、はい、甘酒以外もたくさん置いてあるな、あののかなと思ったら、はい、本当に甘酒が中心なんですね。そうですね。それが結構びっくりしていて、ここまで集めているのは当店ぐらいかなとは思うんですが、そうもう100種類とか時期にもよったりはするんですけれども、このくらいは扱っていますね。日本全国のという。あ、そうです、そうです。かつて神楽坂には神楽菓子という荷揚げの船着き場があった。神楽坂の歴史を紐解いていくと、江戸時代ぐらいの時期から、あの川を伝って、まあお味噌だとか、あとはお酒だとか、麹を使った
あの食材がたくさんこちらに入ってきたんですね。日本食に絶対必要な麹っていうところにちょっと光を当てて、うん、なるほど。でそれをそちらを使っている甘酒、そうなんです、ね、というところで、はい、甘酒を扱うようになりましたね、はい、人気の神楽坂甘酒は3種類あるんです。一番人気のある神楽坂甘酒、はい、色がね、でも普通の甘酒の色よりなんかちょっとなんつったらいいんですか、クリーミーというか、うん、お味はいかがですか。うん、すごいさっぱりしてて、あとあのあれですね、食感がいいですね、すごく。そうですね、お米の粒が残るような甘酒です、うんうん、続いて柚子。神楽坂甘酒のプレーンに柚子の果汁が入っています。うん、これさっぱりで、なんか甘酒じゃないみたいですね。そうですね、なんか本当にあの柚子のジュースみたいな。ではかぼすはどうでしょう。うん、あ、でも味はこっちの方がはっきりかぼすかも。あ、うん、あの柚子よりかぼすの方が、あのかぼす感が強いかもしれないですね。こうぜひこう晩酌とかのお供にもいいんじゃないかなというような感じがいたしました。すごく飲みやすいです、3種類とも、はい。実は発酵食品として甘酒について教えてくれる管理栄養士さんもお店にいらっしゃるんです。便秘を改善したいとかダイエットしたいとか、あと血糖値気になるんだけど、はい、健康のために甘酒飲みたいという方もいらっしゃるので、はい、まあ、飲み方とか、はい、おすすめの商品、はいはい、お出ししておりますね。続けていただくことでいろいろ健康面も期待できるものなのでっていうぐらい奥深いんですよね。そうですね、はい、まあ、いろんな方に飲んでいただいて健康になってほしいなと思って。粒感があり飲み応えもしっかり、いろんな味の甘酒を楽しみたい方にはおすすめだ。ということで、美味しい甘酒をいただきました。お礼にですね、マジックをご覧いただきたいなと思います。店長の鈴木さんには1から13までの間でお好きな数字を一つ考えていただいて、はい、で栄養士の鈴木さんにはスペードダイヤクラブハートの4つのマークの中からお好きなマーク一つだけ心の中で決めていただきます。まだ言わないです。決まりました。いかがでしょう、決まりました、はい、で、あらかじめですね、ちょっとこちらに私の携帯があります。実は昨日ある写真を撮ってたんですね、はい、ちなみにじゃ あの1から13だったらいくつが好きだったか教えてもらってもいいですか。8ダイヤ、ダイヤ、まあ、たまたま決まったカードがダイヤの8になりましたけど、ちょっと近くで見ていただく と、ここにですね、こう写真のフォルダがあります。これ見るとダイヤの8 でしかも時間見ていただくと見えますか、昨日の、はい、お見事。びっくりです。なぜだかわからない。はい、からお昼の解決テレビ、素敵な笑顔いただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学ではワンデー体験乗馬コースはお得なキャンペーン実施中。予約受付0479-77-3839まで。解決トレーニング。皆様こんにちは、雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレにお付き合いください。毎回こちらのハイカラ頭脳トレーニングから一問出してまいります。本日の問題はこちらです。今日は漢字の問題ですけれども、2番は果物、3番4番はスポーツの種目です。答えはこちらです。1月も中旬です、お正月気分も抜けました、風が流行っておりますんでね、今いちごの季節なんでビタミン C をたくさん摂ってください。また来週お会いしましょう。このようなお悩みありませんか。ストレスフリー療法はストレスを減らすために
両徳寺大学が研究開発した療法です。両徳寺大学附属銀座すき家橋クリニック。17年前、第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて、今日はどんな作業なのでしょうか。およそ1500坪、2000株以上のバラがあるつくばローズガーデン。1年ほどかけて苗から育てたつるバラは2メートルの大きさに成長しました。今、根っこを掘り、新しいところに捕食していきます。捕食は枯れてしまったバラのところに新しく植えていくことですが、大事なのは土ごと変えていくこと。60センチくらいの穴を掘ります。この園芸用の土をよくここで混ぜ込んで、でこれを植え込みます。でこれはファーストーンというバラですね。現代バラです。で1年でこれだけになったんですよね。だから5月からだから1年経たないのか。1000円で買った苗がこんなに大きくなって、これから根がよく張り、大きく色鮮やかな花が咲いてくれます。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。俺、0.5 バレンチの、バレンチの、お待たせ、よし、食べろよ。大きな花だな。一郎や、お、アンジーバーや。昨日甘いものを食べ過ぎてな、鼻血が止まらんのじゃ。止まったんですか。鼻血はようやく止まったんじゃがな、全身に1ヶ月も出られんのじゃ。アンジーバーや、まだレース出てんですか。特別枠じゃ。でも鼻が調子悪かったら口で息すればいいんじゃないですか。わしが馬はな、口では息はせんのじゃ、すべて鼻で息をするんじゃよ。鼻と口両方じゃないんだ。馬の呼吸はな、一貫歩一呼吸と決まってるんじゃ。その方が効率がいいんじゃ。なるほど。競走馬がゴールした時、鼻の穴あんなに大きく膨らませていたのはそのためか。そうじゃよ。だから馬の鼻のあたりをよく見てもらいたいんじゃよ。おう、一郎、こんなところにいたのか。明日、競技会だから馬の健康状態チェックするの。はい、わかりました。おい、どうした。一郎、話出てるぞ。やばい、どうしよう。翔太先輩、俺仕事1ヶ月休みです。仕事できません。たかが花、されど花なんだよな。おはようございます。おはようございます。白鳥さん、手の怪我の具合どうですか。ごめんなさい、心配かけちゃって。少し痛むけど大丈夫。ならよかった。
手綱もきちんと張れている。そうそう、引っ張らず、いい感じの張り具合。この子とコンタクトが取れているわ。一郎、はい、今お前の足元どうなってる？ちょっと傾いてる。傾いてるのを安定させるのにはどうする？どうする？手をここに持ってこい。手をピンと張って安定してるだろ。はい、安定してる。手綱も同じこと。きちんと張って、きつすぎず緩めすぎず、拳を安定させることできちんとバランスが保つ。お疲れ様です。お疲れ様でした。手綱と拳見ていました。手綱がきちんと張れて、引っ張らずにこの子とコンタクトを取ることができたわ。この子は分かっているのよ。次はどうするのって聞いてくれるの。本当にありがとう。こんにちは。私ね、毎回ビデオで競技のレースをとっても楽しみに見てるの。ありがとうございます。とても素敵ですね。あのいくつぐらいから今日はお始めになったんですか？12年前です。でもそれからブランクがありましたから。ドイツで乗ったんですよね。一応ドイツでは何を乗ってらっしゃったのかしら？アラブ系です。アラブ系、大きいんですか？サラブレッドとほとんど違いませんよ。父の友人が牧場をやっていまして、そこの馬がアラブ系だったんです。ブランクがあっても、あの白鳥さんってセンスがいいんですね。馬が喜んで私を乗せてくれているんだと思います。それと龍島社長の教えで、アスリートとして磨けるようにとサポートしていただいているおかげです。毎月の競技会では男女問わず、その人の技量に合った競技が用意されていますもんね。それぞれが契約ライダーなんだよ。いつも社長が言っている、ここではプロスパーを目指す。競技会は技量をマスターしながらアスリートとしても活躍できる場を広げたいから、そんなことでやってるんだ。本当にここは夢のある場所だわ。私もね、これからは白鳥さんのことをシアトリ選手と呼ばせていただくわ。馬車のことを英語ではコーチだから、私の馬車にお乗りなさいですよね、社長。お前さんが言うとなんかこっちが照れくさくなんな。毎月行われる競技会、インターナショナルオリンピッククラブオープン。演技の正確さや美しさを競う競技、ババ馬術。中2です。4年ぐらいですね。ちっちゃい時に動物園でポニーに乗ったことがあって、それで大きくなったら大きい馬にも乗ってみたいなって思って、ここに来て乗ってるみたいな。スポーツはよく言う、一番難しいところは8歳から14歳までの間に一番難しいところを覚えるっていうのはね、スポーツ的な動きについてはね。だけど、まあ、もっと若い方がもっといいだろうけどね。僕は分かんないですけど、手綱のそのさばき方とかっていうのはどうなんですか？いや、まああんまり問題ないと思いますよ。まあはっきり言ってピンと張ってた方がいいし、そして、うん、
で馬のまあ首との関係があるね、この首の下の方にあの反抗 の, あの形膨らみが出るとそれは反抗っていうふうに見れる、はい、下の方ですね、はいで、はい、上の首の上の方に膨らみが出た方がここに膨らみが出た、うん、はい、はい、そうですね、はい、これまあこれこの科目だと、はい、まあまあ良い状態でしょう。だからまあまだ要するに僕がちょっとペースが足りないっていうのはまだその、馬そのものが活性化してないっていうか、はい、活気よく動いていないっていう。ライダーになりたいですね。障害もそのババ馬術もどっちもできるような、はい、二刀流の騎士になりたいです。よし、はい、はいはい、今上げるから待って。よし、毛並みもいい毛をしてるしな、うん、元気そうだね。よし、おはよう。翔太先輩、何書いてますか？これか、馬の健康チェック。馬の毛並みや馬体が極端に痩せていないか、足が腫れていないか、目つきはどうか、それと社長が言っていたボロのチェック、何かあったら社長に報告しなきゃならないからな。日頃のチェックって大事ですよね。少しおかしいなと思ったら言ってくれ、社長に報告しなきゃならないから。いや、でも何かあったら獣医さんに報告すればいいんですか？それはよっぽどのことだよ。まずは馬を休ませることが大事なんだ。馬にも自然治癒力っていうのがあるからな。おおおお、それじゃあ近づきすぎだよ。スピリタスは花も健康。明日もよろしくな。かわいい。